スタイリストのさっこです。今回はこちらのピーマンを使って簡単なおつまみを作っていきます。では今回使う材料です。まず主役のピーマン、次にちょっとペッパーが振ってあるベーコンと、カマンベール、あとはオリーブオイルと、あとお塩を用意しておいてください。では早速作っていきましょう。では最初にピーマンのヘタを、こちらのピーマンのヘタ取りで取っていきます。中にグッと押し込んで、ちょっと回してあげると、よいしょ、中のヘタがきれいに取れます。ではくり抜くとこんな感じにきれいにヘタが取れます。では今くり抜いたピーマンの中に、こちらのカマンベールと中まで詰め込みます。ベーコンギュッギュッギュッと詰め込んでいきます。こんな感じに詰めていきます。ではフライパンをよく熱してオリーブオイルを敷いていきます。で油が温まったらピーマンを入れて中火で焼いていきます。このように焼き目がついてきたらまた返して全体的に焼き目をつけていきます。こんな感じにちょっとチーズもとろけ始めてきて、ピーマンも焼けてきたのでいい感じです。これぐらい焼き目がついたら少し油を切ってあげて、ピーマンに軽く塩を振ります。ではピーマンのカマンベール詰め完成しました。もう簡単に詰めるだけでできるので、キャンプ飯にも最適ですし、ピーマン嫌いなお子さんも召し上がれるので、ぜひ皆さん試してみてください。次回もお楽しみに。